チャオ、あっちゃんです。今日からちょっと、また違う企画を始めました。あっちゃんの、雑学講座。雑学好きなあっちゃん。またいろいろお話ししたいと思ってね。世界遺産のお話をちょっとしようかなと思って今日ね。世界遺産が一番多い都道府県、奈良県です。あっちゃんの住む奈良県です。もう自称奈良観光大使のいてる奈良県です。やねんけども、日本ってそうやって考えたら、奈良県ね、日本の世界遺産の中のね、何倍だっけな、半分とまで言わへんねんけどぐらい奈良県が占めてるぐらい多いねんけどもね、これの理由っていうのもあんねんけども、そう考えてもね、日本ってすごい多いなと思うでしょ。違うねんね、世界で一番多いのはあっちゃん大好きイタリアなんね、で2位は中国なんです。で3位は日本じゃない、スペインなんです。でね、なんでか、これね、奈良県に世界遺産が多いっていうのにね近いことがあるんだけども、まず、1位じゃなく2位の中国になんで多いのか。それはね、中国戦乱時の時期が長かったから、1000年近く戦乱の時期があったからね、戦乱を後世に伝えるために中国人っていうのはね、文字で残すっていう文明を持ってたね。だから日本に漢字が伝わったのも中国から伝わったでしょ。だから、中国は文字で残すっていう文明があったから中国に世界遺産が多いっていうのがそれらしいね。ではなんでイタリアに多いのか。それはイタリアには3つ理由があって、1つはね、ローマ帝国で世界を牛耳ってたローマ帝国の人がイタリア、ローマにあったから。だから首都やからいろんな世界遺産が残ってる。世界というか、もうほとんどね、ヨーロッパを牛耳ってた大きな大国、ローマ帝国の首都やからイタリアにはいっぱい残ってる。まあ当たり前のことだよね。で2つ目の理由は中国と一緒、ローマ帝国がはびこってた頃から1000年近くね、ずっと文字を伝える技術があったね、ローマにも。だからローマ帝国にもね、だから、世界遺産がいっぱい残ってる。でもう一つ、三つ目の理由っていうのは、イタリアって高温多湿な国やねんね。で高温多湿な国やから、お家建物がね、石造りが多いのよ。だから木造とかやったら高温多湿やったら、カビっちゃって腐っちゃったりするやんか。そんなんとかの理由で、石造りが多かった。だから今このね、3000年とか前、紀元前の建物、石積みのものが残ってるっていう理由があって、イタリアに世界遺産が多いってね。ヨーロッパって結構石造りの家が多いでしょ。だから、残ってるっていうのが、世界遺産が多いナンバーワンっていう理由やねんね。でローマってね、テルミニ駅っていう駅から鉄道もバー広がってんねんけども、電車もイタリアも電車が大国やねんけども、地下鉄って日本しかないねん。なんででしょうか。それは奈良県と一緒。奈良県には地下鉄がないねん。まあないこともない、奈良駅のとこちょっと地下に入んのかな、近鉄奈良駅一部だけねやねんけども、ほぼ地下鉄がないねん奈良県には。土地が安いからじゃないねん。掘ったら掘るだけ遺産出てくるから発掘調査で進まへんねん、イタリアは。奈良県もそうやねん。掘ったらどこでも発掘していらんもんが、いらんもんだかも、遺跡が出てくるから発掘調査かかって開発進まへんねん。だからイタリアって意外と、古い建物多いでしょ。発展してないでしょ。奈良県もそうでしょ。発展せえへんでしょ。ビルとかあんまり建たへんでしょ。掘ったら掘るだけ遺産が出てくるのよ、遺跡が出てって発掘調査に何ヶ月何年もかかるから、もうそんなしょうもないって、そんなことすんのやったらもういらんことちゃんと古い建物をリフォームして使おうぜってなるから世界遺産が多いねんね、イタリアは。で奈良県も、日本で一番最初に都ができた奈良県やねんね。藤原京があって平城京があって、その後京都行って東京行ったけども、だから首都東京に行ってからでまだ100年ちょいやねんね。200年。その前ね、それまで政治の中心、戊辰戦争の頃までは京都に中心があったね。都は京都やってんね。だから未だに京都に御所があるのと一緒で、そんな感じやねんけども、
ね、だから、奈良県とイタリアっていうのはちょっと似てて、だからあっちゃんは、ね、前世イタリア人やから、多分奈良県に生まれたんでしょう。勝手なこと言うとこ。うん。いやね、雑学講座にいらないことを話をするとね、またちょっと話も長くなるし、いらん話に飛んじゃうねんけどもね。そんな感じでね、だから奈良県も掘ったら掘るだけだ、そういうのが出てくる。だから、リニア新幹線、ほんまに奈良通んのかな。京南和道、奈良の遺産のとこ、どうやって通すんやろね。簡単よ。遺産をね、今の遺跡に景観が悪くなるからって言って、高架ダメ。じゃあ、地下掘ろか。遺跡が出てくるからダメ。どこ通すんでしょう。あちゃん的に、京南和道は、今来てる傷のところの、インターのところから、2車線の24号線バイパスが来てんでね、そこのとこ高架をもう一本立てて、あの道路の上を来たら、郡山インターにつながるから、それでいいんじゃねえのって思うんだけどね。なんでそれをみんなはしてくれへんのかなって。それやったら、別になんてことないじゃん、うん、って思うんだけど、うん、いかがでしょうか。まあ、そんな話とでもいいや。まあ、そんな感じでね。イタリアに、遺産、世界遺産が多いのはそういう理由です。で、奈良県が、日本で一番遺産が多いのはそれです。奈良に都があって、まだね、文字っていうのが普及しているのって、都にある、なんだ、まあ、位の高い人は文字っていうのを使える。中国から文字を仕入れてきてね。それがまだ紀元後やね。紀元前じゃないよね。納豆食って平安京。ね、710年平安京、平城京、ごめん、泣くよぐいせ平安京ね、納豆食って平城京、710年、言ってみたら紀元後700年もったってから、ね、ぐらい、まあ、もうちょっと前か、卑弥呼の時代かぐらいからぼちぼち中国から入ってきて文字っていうのが入り出したって言われてるけど、紀元前じゃないわけよね。そんな時代に文字入ってきてる。でも入ってきたのは奈良県、奈良の都に入ってきて、奈良から都が始まって、でいろんな建物が来て、都に建物ができて、それの遺産が出てきて、遺産というか遺跡が出てきて、で奈良県を発掘したらいろんなものが出てくる、ね、世界遺産が、いっぱい奈良県にあるっていうのは分かるでしょう。そういう理由なんです。はい、ということでね、しょうもない雑学講座、お付き合いありがとうございました。こんな感じでね、あっちゃんなりのね、うん、ちょっとしたプチ雑学講座、これからやっていこうかなと思うんだけど、ね、なんかの、お話、ビジネス中とかね、ビジネスって、最初の 5% が、なんていうのかな、メインです。最初しか、まあ、5% がメインです。残りの 95% は雑談です。はい、雑談力をつけることで、営業っていうのはやりやすくなります。で、人っていうのは、核心に触れた話は長々されると飽きちゃいます。で、雑談を、いっぱいすると人っていうのは、興味を持ってくれます。はい、よかったら雑談力、雑学力を、養ってみてください。で、それのネタの一つにでもなったら面白いなと思って、あっちゃんこれから雑学講座、雑学っていうかね、あっちゃんの、役に立たない雑談講座、雑学講座、この役に立たへん雑学が意外と、人を和ませる役に立ったりねするんで、よかったら、またお付き合いいただければと思います。いかがでしょうか。賛否両論、コメントお待ちしてます。また次回、P の意見がいっぱいあっても当分やめへんと思います。あっちゃん飽きたらやめるかもわかんないです。はい。そんな感じで、あっちゃんの、今日は何やろ、歴史かな、地理かな、ようわからんような、脱学を、脱学っていうかね、あっちゃんの脱談しました。うん、こんな感じでね、あっちゃんの、意味のない脱学講座、これからもやっていきたいと思います。ではまたね、バイバイ。次、あればお会いしましょう。